はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴローでございます。ということで今週の SKB 活動を始めていきたいと思います。ということでね、SKB ファンならこの違いにすぐお気づきになられていると思いますけれども、この壁と床がなんかリニューアルされまして、もう残念ながらザ・中国的な感じのデザインになっている今日でございますこれね、なんでこれやっちゃったんだろうねって思いますよね。なんて書いてあるか読めないですけど、ダンダン、あのね、まあ最悪というか、壁と床なんかいじくったまではまだ我慢しましょうか。ゴールのあのなんつうんですか、この板っていうか、そこまでなんか絶妙にシュート打ちにくくなるようなデザインが施されてるんですよね。これね、マジで本当やめてほしいわ。本当なんだろうね、なんなんすかねこのデザインっていうね、結構 SKP メンバーは不評でしたね。おナイス合わせ。さあ、そんなこんなで始まった、今週の SKP 活動でございます。先週はスマホのなんていうんですか、あのスマホ立てっていうのそれがあの僕のがなんかいまいちグラグラで弱くて、撮ってる最中に倒れちゃうって、もう全然撮影がうまくいってなくてですね、先週はなので配信できませんでした。申し訳ございません。さあ、ということで気を取り直して今週もやっていきたいと思います。最近ちょっととあることから、ダイエットを本格的にやっておりまして、2週間今のところ、毎朝ジョギングか毎朝バイクやってまして、まあ雨の日以外は、雨の日以外はまあジョギングですかね。あとジョギングプラス腕立て伏せ10回かけ5セット、ハーフスクワット50回かける2は、ちょっと2週間やってきました。ちょっとね、だから基礎体力上がってんじゃないかな的な期待は個人的にはあるんですさあ、それが今週どう出てくるかというね。がしかし、それほどの体重に変化はないというね。でもまあ一応2キロは痩せたんで、ちょっと今月さらに2キロ目標でやっております。おっと、放物線、見事な放物線を描く三井ひとしばりのシュートを放った野地さん。僕が SKP 内で今目指してるのは野地さんの動きをいかに盗むかっていうことでね、同じチームになるとちょっとマッチアップさせていただいて、盗ませていただいてると。この何を盗みたいかというと、野地さんはもう基本的には基礎スキルが高いんで、そこを競うっていうわけじゃなくて、このいかに省エネ的な感じでこの 3x3 をやるかという動きをね、野地さんから学びたい今日この頃でございます。そんな目指してる選手のじいさんと第1試合目やっております。さあ、いいとこあるのか。おっと、ニコさん、さあこの日いいとこあるんでしょうか。ゴロは今回はサガッチとジャックじゃない、最近中国人が激増しておりまして、名前がすぐ出てきておりません。申し訳ございません。さあ、この試合、いいとこあるんでしょう
かということでね、通常平日編集して通常配信してる、配信してるんですけど、今日は、さっきまで通常の、昼飯食って帰ってきて、ちょっと小1時間ぐらい寝てからの配信となっております。さあ、ビリーが我らのビリーがよしさあ、おっと、ゴロ来た来た、じゃあいいや、外すんかい、あれ外すんかい。今回ね、広島ドラゴンフライズの青いやつを着ての登場となっております。前回まではちょっとこだわりの、おっとおっと、決めた、リピート来た、俺カットカットよっしゃ、いいよ、一本決める、一試合目から一本決める、よかったじゃないですか。さあ、今回ね、3人チームだったんで、交代しないんでね、フルで出ておりますんで、全国のゴロファンの皆様ゴロファンの皆様、お楽しみくださいませ。さあ、一本決まりました。さあ、一本決まっています。そう、だから前回までは、ノースリーブパーカーに白のロンティーって決めてたんですけど、ノースリーブパーカーが激アツで、もう着れないって、もう、まあ、衣替えですね、もう僕の中ではさあ、衣替えで広島ドラゴンフライズの青い方で、登場しております。さあ、残り時間ないぞ。おっと、ニコさん、ニコシュー、時間ないぞ。あー、中途半端な仕掛け。さあ、残すとあと30秒か。おー、三井久志かと思わせる野尻シュート。来た、あ、来た、またずっとこ投げとんねん。ということで終了ということで、1本決めました。ナイスゲーム。